お世話になります、渡辺です。本日は伊藤美誠選手のオリンピックに向けてのリザーブ、私には向かないっていう発言に対しまして賛否両論あるんで、それに対して澤田も少しコメントしてい、 いけたらなと思ってますので、最後までぜひご覧ください。この発言に対しまして水谷選手なんかもコメントされてましたけど、まあ伊藤選手が発言した真意っていうのは3つ僕の中では考えられてるわけで、まず一つ目が、やはり練習相手には不向きな線型だっていう伊藤美誠選手がね、伊藤美誠選手の線型っていうのがやっぱバックに石つらば張ってますし、まあフォアハンドも大多数の線型であるドライブワン、ドライブを主戦とした形ではない、まあスマッシュ、そういった形の線型なので、練習相手に向きづらい。これは本当にそうなんです。卓球選手、ならもうみんなわかると思うんですけど、やはり練習相手に選ぶときに両面裏ソフト、フォアもバックも、まあ、シェイクハンドであればフォアもバックも裏ソフトで戦える方がやっぱその練習になるっていうの、練習しやすいっていうのがあるんですね。まあ素直なボールが返ってきやすいんで、それに対してしっかり打ててるかっていうのが本当にわかりやすい。そしてまあ対戦相手も両面裏ソフトが多いっていうのがまず一つ目の理由で、やっぱり練習相手になりにくいっていうのは本当にその通りだと思います。で、二つ目なんですけども、やはり卓球、怪我しにくいです。リザーブに入ってるから出れるっていうのは本当になくて、サッカーとかでしたら結構、ね、スライディングとかで足、怪我させられた、まあ、走ってる中で肉離れしたって、そういうのが本当起きやすいんですけど、卓球っていうのはね、本当日頃からやってる中でも、怪我っていうのは本当にしにくい競技で。なんで、リザーブで行ったとしても、伊藤選手が行くか、出る確率、試合に出場する確率っていうのはもう限りなく低い。まあ、ほぼゼロと言っても過言ではないぐらい低いっていうのは、これももう本当に正論中の正論。三つ目なんですけども、やはり伊藤選手が行くより、次の世代、ま、もう一つ若い世代が行く方が、次のパリオリンピックの次のオリンピックに向けていいんじゃないかっていう気持ちも本当にわかります。これも本当に大事だと思います。この気持ちを、ここまでこう、日本のことを考えて、伊藤選手発言してくれてるんじゃないかなって、澤田は思ってます。ただ外部からの一ファンとしての意見なんですけど、それで言うと伊藤選手出たいって言ってほしいよ、出てって言ってくれよ、私を連れてって日本にメダル取るために貢献するからって言ってほしいんだよねいや本当にそうで、一ファンとしてはね、本当にやっぱ美学的なところがあって、やっぱり早田選手、平野選手が以前、前回、前々回のオリンピックです、伊藤選手が出てる時にサポートしてくれたっていうのがあるんで、その経緯踏まえると今回早田選手、平野選手サポートしてくれたメンバーが満を持してオリンピック出るということで、それであれば伊藤選手今までサポートしてもらってきたんだから、今回は全力で早田選手、平野選手、私はあなたたちを応援するよ、日本のために頑張ってよと、私は試合に出れないけどもあなたたちのためになら、たとえ敗になろうが、たとえ灰になったらダメなんですけど灰になったらダメだけど、たとえ火の中海の中、私はあなたたちを支えるよ、そういう気概が欲しかったな。あとそれで、その上で最終ジャッジ決めるのはもう日本卓球協会なんだっていうスタンスが、もう本当に一ファンとしては気持ちよかったな。もうこっちのもうわがままですよ。こっちのわがまま。伊藤選手は伊藤選手の
これからのビジョンもある、まだまだそんな、私はまだまだ行くよと、まあオリンピックのリザーブがなることが行くよと反映することではないんですけど、まだまだこっから世界ランキング上げていくんだっていう気概がある中で、そういう中での意見だと思うんで、それも尊重しましょう。ただ一番としては、伊藤選手出てくれよー、出てくれよじゃない、リザーブ選んで欲しいって言ってよっていう気持ちです。本当にその一心、恩返しじゃないんですけど、今までサポートしてきてもらった分、そう、早田選手とね、平野選手に今回は花束を持ってもらって、オリンピックで活躍する姿っていうのを本当に応援してもらえたら嬉しかったなっていう澤田の気持ちです。ただ世界卓球も今回あるんで、世界卓球伊藤選手出る機会あるでしょ。ここでも力示して、世界ランキングこれから上げてって、全日本も取る、世界でもランキング1位目指す、なれるなれないのまあ別としても、目指して頑張っていってほしいって本当に思います。本当に卓球してる人、すべての人、澤田応援してます。卓球がどんだけ苦しい競技か、どんだけ辛い競技か、どんだけ上手くならない競技か、どんだけ勝てない競技なのかっていうのは澤田が一番分かってるんで、澤田練習したつもりです。勝てない、もう勝てない辛さ知ってるんです。澤田はね、もう勝てない、みんなに応援してもらってるのに勝てなかった、その辛さ、もう本当に卓球の辛さっていうのは身に染みて、もう澤田の血、勝てない血で流れてますよ。卓球のグーン、ダラ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 、負けの血がガー流れてます。誰がやねんまあそういうのは言ってますけど、本当に応援してますんで、ぜひ世界卓球頑張ってください。まあ他の選手も世界卓球、まずはベスト8ですかね、なることでパリオリンピックの団体戦シングルス出場2枠っていうのが見えてくると思うんで、その上で中国に勝つ勝たない、このレベルの戦いにくいなしてほしいなと思います。本当にありがとうございます。何がありがとうございますなんか分かんないんですけど、本当に応援してるんで、見てますんで、ぜひ皆さんも世界卓球応援していきましょう。日本卓球もっともっとみんなで盛り上げていけたらなと思ってるんで、卓球してる人もしてない人もぜひご覧になってください。卓球楽しんで、それではまた。